どこですか？バンガロールにいます。お、バンガロールには住んでいらっしゃるの？孫のうちに泊まっていますの。私の息子、サンジャイの息子。ああ、それ、読みました。読みましたよ。She's a writer. An editor. 私はライターじゃないけど、まあ、日記ばっかり書いてました。小さい時からね。日本ではみんな日記を書くのがもうあれだったでしょ。夜前、寝る前には日記書いて寝てました。それで戦争の時も日記は書いてました。はい、私の母がね、この日記はとってもいいから、どうぞ本に出した方がいいわね。だから日本語で書いたのをインド語で訳して、それからまた英語で訳して。Since I was a child, I also was writing a lot. I have tons of diaries, journals. Really important. Okay, very nice. 東京荻窪にいました。上荻窪、神戸生まれです。はい。神戸編でお話ししてました。かまへんわなんてね。東京行ってたら東京弁になっちゃった。神戸宇佐崎町、住吉川がってね、神戸のことご存知じゃないよね。2回だけ行きました。あ、そう。オリエンタルホテルに泊まりました。ああ、オリエンタルホテル。はい、ハズバンドグランドファーダー。Oh, grandfather, wonderful. And she is, of course, that we know. He was also, you know, freedom fighter. Watashi wa hometown wa Fukuoka. Doko? Kyushu desu. Ah, Kyushu desu ka? Hai, Fukuoka kara kimashita.Okay, from Kuoka, Kuoko. Also from Kuoko. To Nagasaki. Genshin bakudan ga okita toki wa ne, omarete nakatta desho. Omarete nai. Hold on. I was born in 1965. Yeah. Ja, tokotai no koto shiranai desho. Tokotai to watashi tachi.一緒に戦場行きましたよ。私も婦人軍に入ります。入って、いますからってさ。で、日本とインド、アジアが勝つようにどうぞお願いしますと言って、で、さよなら。Next morning、飛んで行って死んじゃった。行く前にね、明日は、お母さんと会えるなって言って、死んだ後お母さんのとこ行くでしょ。She is very proud of those days. いろんなことをね、お話しします。どうぞ、うちへ一度いらっしゃい。Thank you very much. Okay, see you soon. Bye bye. また。さよなら。
朝子さんのお父さんがとても勇敢で立派なお仕事をされていましたよね。そうですよ、もう、はい、アメリカ行くことだったけど、うん、アメリカ行かれなかったの。英国政府が断ったの、うん、アメリカへはあなた行かれません。で、日本に住んで、からインドへ帰って、私の母と結婚して、また日本へ来て、日本に25年間いました。で、私たちみんな日本で生まれて、3人、妹、兄弟、それから弟が1人で、魚崎に住んでましたの、はい、兵庫県の魚崎。魚崎ね、はい。そこで魚崎小学校行って、それを終わって、それからまさに、東京へ移って文化学院にいました。それから文化学院はもうちょっとアメリカ式だって、その時は戦争の時だったから、まあ、文化学院を辞めて、それから精神女学校にいました、うん、精神女学校にはただ英語が、英語わからない、ちょっとそれで昭和工場へ移ったの、はい、人見孔明先生で、はいはい、すごいもの、爆撃なかったでしょ、ボンベにね。それでもう学校行くのもダメだったの。お友達はたくさんできたでしょ。今もう少なくなりましたけどね。親友は今も手紙書いてます。私もう1年から来てないの、手紙。私思ってるのもいるかどうかね。もう私の年でしょ、1928年で2月2日生まれ1928年は昭和3年ね、うん、あとそう。じゃあこの間もう94歳になられたでしょ。94歳ね、もう、もう私も自分の誕生日なんかでおばあさんになってるからね。今私は94歳でしょ、きっと。私の親たち、母がいつもインドの話してたでしょ。いや、私は思ってたの。インドはグレートカントリーだなと思って。だけど、自分のことはもう日本に生まれても日本人みたいにね、考えて。今でもね、時々朝まで何か考えるとき、日本語で考えますの。お母さんはベンガルの方、はい、ベンゴリー、そしてビハリ、ビハリ、はい、パスナちゃんとはベンゴリーでお話ししてましたの。お父さんはもう忙しくて毎日外ばっかりでしょ、うん、インド独立の革命のため仕事してましたでしょ、うん、時々日曜日に帰ってきてすぐ夜行っちゃう。日曜日や子供たちのことを見るために来てまして、その日は母がインドのカレーなんか作ってね、インド式だと父が好きだから、それで。今までパパとママの思う通りになってきたので、必ずパパがいない時もパパの言うことを忘れないでしょうと固く信じています。朝子に対してパパはどれほど望みを持っているかということをよく知っているでしょう。それから鶴子ももう女学生になりましたので、もう少ししっかりしなければなりません。朝子よりいろいろなことをよく習いなさいね。ベビと朝子もあなたたちについて何でも習っていくようになりますから、それを忘れないように。こちらは大変暑いです。朝から晩まで汗でべちゃべちゃです。いろいろな暑いところの珍しい果物たくさんたくさん食べています。ご飯はほんの少ししかいただきません。牛乳にマンゴー、ライチ、バナナ、マンゴスティン、ドリアン、青ヤシ、グアバばっかり食べています。ベビさんどうしていますか。相変わらずツルさんと喧嘩していますか。アソクは毎日幼稚園に行っていますか。お庭の花よく咲いているでしょうね。今年の朝顔はどうでしたか。東京より皆さんの手紙をお待ちしています。詳しい手紙を書いて毎週送るようにお願いします。皆さんの健康のことを聞けるのを待っています。しげさんはいかがですか。今年の夏病気にならないように祈ります。藤井さんの旦那さんと奥様によろしく。これから向こうも暑いでしょう。お体をお大事に。まずこれにてさようなら。パパ、
サハイアサコ、サハイツルコ、サハイスモナ、サハイアソク、サハイシゲコ。父はもう独立のために働いてましたからね、うん、もう日本政府もみんなとってもヘルプしてくれて、インドの独立のために。スーパーサンボスがドイツから来て、シンガポール、バンコクなんかで、まあ、仕事を始めた。戦争が始まったでしょ、うん、第二次世界戦争ね、はい、私たちは東京にいて、私と妹と弟と母も食べ物が少なかったでしょ、とても困ってた。もうお芋とか大根とかしかなかった。時々配給でね、うん、一升1キロもない8キロのお米もらってた。それをお母さんがね、少しずつ出して、お水たくさん入れてね、うん、お塩もなかったの。そのまま私たち飲んじゃった、2杯、3杯。それでお腹がいっぱいになって、外国人のために配給、他のあったことあったけど、うん、母がね、私たちは日本にいるし、日本が私たちの友達だから、そんな外国の配給なんか取らないって言って。取ってなかったの。銀行にお父さんがお金置いていったけど、うん、銀行は行こうからお金出すのはね、いけないって言われる。お金があっても意味がない。お金あってもダメだ。時々お母はね、田舎の方へ行って、そこから大根とか南京とかなんかな、うん、みんな持ってきてさ、里芋とかじゃがいもとかな、ボイルしてな、食べちゃう。それでお腹いっぱいな。もうカレーのスパイスもないでしょ。カレーなんかもインド料理も作れなかった。自分の家にたくさんベッドシーツや着物なんか、洋服なんか置いちゃったでしょ。こういうもの置いてどうすんの。一つ爆弾が落ちたらみんな焼けてしまう。だからそれを持って田舎へ行ってたのか。お母さんは日本ではサリーを着てらしたの？サリー、時々着てなかった。寝たじが来た時、サリー着た。寝たじね。お母さんは日本語、ジャパニーズ、はあはあ、話してます。はあ、ものすごく。日本人みたいに、時私たちと弁護人でお話してました。お母さんの日本のお友達たくさんいたでしょ。その人たちと日本語でお話。兵隊さんたちに手紙書いたりしてましたのよ、日本語で。だけどインド語は全然知らなかった。ヒンディ語は父が習いなさい。日本の歌は、まあ、今でも歌ってますよ。時々日本の方と会うでしょ。そしたらもう日本語で喋りだの。他のインドの人たちみんな黙ってみる。今でもね、妹と日本語で話すの。電話するでしょ。だから、もしもし、誰？はあ、私、ベビー。あ、ベビーさん、何してんの、今。で、ベビーは小さい妹。ベビーさんと、はい、チュルさんと、あと弟さんがアショークさん。チュルさんもいない。で、ベビーさんいる。だけどもう病気ばっかりしても、うん、私は93歳、94歳、ね、94歳でしょ。あの人は90歳、小さい妹、90歳、もう年寄りみたいに。近所に谷口さんっていう彼女さんと母はとっても仲が良かった。アシャさん、日本にいる時は好きな人とかはいなかったんですか？恋人。恋人？うん。ああ、そう。なかったわね、その時。なんかだけどさ、なんか、うん、つとむさんっていう人がいて。そうそう、つとむさん。だって谷口つとむ。近所にいたの。あの人がね、
私に言ったの、インドへ帰ったら私も来るからね、うん、一緒に結婚しましょうって言ってたの、冗談みたいにね、うん、で私も、はあ、するわ、するわ結婚って何か知らない、そんな恋なんか何も知らない、16歳にもう子供みたいな気持ち、はあ、もちろんしますよって言ってあの人は戦争に行っちゃって、それで戦死したかどうか何も知らない。みんな戦争に行っちゃってたでしょ。そう、うん、たくさんの若い人たちが亡くなりましたね。特攻隊の人。私、ラリジャンスレジメンに、うん、あ、入るためバンコク行ってたの、父と一緒に。東京から出て台北行って、うん、最初にいたの、飛行機のため待ってたの、私と父。そこの旅館に待ってましたの。で、飛行機がなかったから行かれなかったの。うん、その時ね、下に日本の特攻隊の人がいてね、10人ぐらい。みんな上来たの。で、私たちうんとお話しして、それで、明日は私はお母さんの膝に寝ることができるからね、母ちゃんのとこに寝るね、ってこういう、お母さん。明日の朝4時に起きて飛行場のとこへ、近くだったの。私と父はその人たちの子を送るために行ったの。みんなね、私たちのことを見て、じゃあまた会いましょうねって言ってね、そのまま、さらば、敬礼して、それでみんな一人一人の飛行機に乗っちゃった。小さい飛行機、一人だけの。その飛行機に乗っていって、鉄管の水彩にね、死んじゃった、みんな。死ぬ前にも笑いながら言っちゃう。じゃあ、またねって言って。ネタジがジェルマニーからドイツから来たでしょ。私が会った時ね、戦えるって聞いて、私はもちろん私は戦いますって聞くよな。シャティの娘だなって、シャティ、私のお母さんね、シャティと素晴らしい、小さい時から親戚みたいに友達だったの。15歳16歳の時から母はネタジのこととっても崇拝してました。戦いの神みたいに思って、サチのこともとっても、ね、素晴らしい、好きだったの。好きってそんな恋愛みたいじゃなかったけどね、とってもお友達だったの。素晴らしいはドイツ行っちゃって、で母は日本に行っちゃって。お母さん、勇敢な方だったんですね。そうよ。でも私たち、ラニジャンスレジメンね、婦人隊、私たち、トレーニング終わって、それからバルマの方へ行くんだったの、バルマからインドへ行くわ、訓練なんかあって、マーチしたりなんかして、訓練は毎日たくさんされますか？訓練は何でも、ピストル、撃つのも、鉄砲も、何でも。B29 から敵機が上が来た時に、私たち下からアンティエアクラ鉄砲、あるの鉄砲、それを撃って飛行機を撃つの、そう、下の方へ来てた時ね、私たちが上から来て当たるの、一つ2つ落ちたらしい。私は見なかったけど、他の人たちが見たし、もう先は行かれなかったの。どうしてかというと、戦争が終わっちゃって、原子爆弾が落ちたでしょ。それでもう戦争が終わっちゃった。バンクーバーで捕虜になりました。捕虜になったのね。はい、その時は、
婦人軍の人たちたくさんいたんですか？婦人軍の人みんな戦争が終わった時ね、スワーシャンドボースネタジーがね、みんなあんたたち家へ帰りなさいって言う。お母さんたち、妹たち、みんな東京でしょ、で東京へは行かれない。もうお父さんはもう死刑になることになってたの。インド国民軍があったでしょ、はい、ネタジーは飛行機の事故で亡くなっちゃってたの。そう、台湾でね、はい、うん、それで私たちみんな牢屋に入れられてイギリス人に行って、不安だったでしょ私たち何も怖くなんかなかった。牢屋でも軍と歌を歌ったりなんかして、牢屋って言えないけど、まあ牢屋みたいな。バンコクにはインドの人たくさんいるでしょ、うん、みんなインドの食事持ってきてくれ、ミルクとかラスグラとかこういうもの持ってきてラスグラとか、だからもう面白かったえ、そうなの？私たちお腹も空かないよ、で日本の方たちみんな私と会いに来てね、で私たちみんなで日本語で話したり日本の歌を歌ったり、発展くるぞと勇ましく出てくるぞと勇ましく海浮かばれる戦争が終わったらみんな牢屋に入れられて死んでもいいからって言ってた。だけどね、もうインドがもう燃え上がってる。ネルジーやお父さんとお父さんのグループね、みんな一人でもこの後国民軍の人を殺したら、インドにいるイギリスの子供とか婦人とか全部を殺してしまうってこう怖がしたの。だからもう英国はひどいことできないって言って、それでまあ私たちのことをね話してくれ、牢屋何人も言ったの。サウスイーストアジアにいるシンガポールやとかバンコクとかそんなとこにいるインド人をみんな話しなさい、うちへ帰らせてください。じゃあコングレスの人たちがインド国民軍の人を解放してくださいってお願いしたわけですね。させるように、だからもう英国政府も思ったの、もうあんまりひどくできない。私たちインドへ帰ってきた時ね、ネルジーがあんたたち怖くないって聞いたの。私たち怖いっていうこと知らないって言うね。ネタジーとは、とっても友達だったの。だけどね、ただアイデアが違うの。違うって言っても一緒に戦うことは戦う、インドの独立のため戦う、ネタジーは戦う、はあ、バトル、はあ、戦う。でもマハトマ・ガンディはノーバイオレンス、静かに何でもシャンティしてたんかね、シャンティっていう時じゃなかった。そんなシャンティシャンティそんな平和的なことできる時じゃなかった。その時は戦う時だったの。どっちの気持ちも分かりますね。ねえ、ネルジーも何回も牢屋へ入りまして、戦争が終わった時、父は牢屋にいたけど、それから牢屋から出て、それから私のことバンコクからシンガポールへ呼んだの。それで私は飛行機ですぐ、父の家に飛行場に来てくれたの。父が私のこと見て、ずいぶん黒くなったわね、なんて日本にいた時はとっても広かったな。とても素敵。私ね、写真見たの、この本で、お父様もハンサムね、朝子さんも美しい、お父様とおじ様と一緒にね、写真写ってらしたでしょう。コルカタに戻られた時の写真、あの写真素敵だった。これ
ああ、それ戦争後あのカルカッタへ着いた時の写真です。写真ね。はい。母と私の二人の妹と弟と、それから私のおじがいてね、この人たちをこう連れてインドへ独立のちょっと前。1946年ね。私はパタナにいたの、父の妹たちと一緒に住んでたの。そこへ母が来て、2年後あったでしょ、うん、なんだか変な気持ちでね、あの母がね、朝こんな黒くなったわね、あんた。お母さんもとても黒くなって。朝子さんのお家はパタナ。パタナの近くにね、バーガルプールっていうところがある。BHAGALPUR。OK。私の主人の家も隣ですの。隣、私たち隣同士で結婚。主人はもういない。8月18日、何年だ。もう忘れた。息子は2人で、1人は先に小さい時死んじゃって、で1人はこのマヌ、30マヌです。うちでマヌっていうの。でもあすぐ読みたくなる。インパール作戦の、ああ、インパールの時のね、私は夫とニューヨークで会いました。そう、25年前。あれ、まあ、ニューヨークで会って、そう、それでどうしてこう一緒のお友達になって、コーヒーショップでテーブルをシェアしました。同じテーブル。おおおまあすごいわね。何これ分かる。 お手玉。お手玉。あーはー、これね、ね、してる。そう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 。これね、3つはできないけどね。そう、2つならね。コーディションできない。ちょっとまでできます。No, できない。ダメ、私できない。We should have a discussion and then I put the gift here. Yeah, please take. Yeah. And these are handmade. Oh, beautiful. Yeah.And this one. あなた置かないの、これ。Gift for you. 置かないの。自分のさね。私はある、たくさん。メンバーがたくさんいて、いつも作って、でバザールで売って、でプロフィットを NGO に。あ、I'm sorry, I'm speaking Japanese. タイル。これはラクシュミのタイルで。This one, I know it's Lakshmi. Made in Japan. Yeah. Made in Japan. Oh. 100 years ago, made in Japan and came to India. It's like you, right? Almost, yeah. Indian origin, made in Japan and came back to India. It's exactly you. きれいでしょ。でね、ここに I wrote the background. Please read Japanese and English. I wrote here translation the history of the Japanese tile. It's called Majorica tiles. Majorica tiles.あら、まあ、希望、あしゃ。そう。I like the word. This is 希望 means hope. あしゃ、hope. 自分で作ったの。いや、私が書きました。ちょっとこれ、食べてください。どうぞ、ゆっくりお召し上がってください。日本に生まれた甲斐がありますね。本当に。She speaks, which language is the best for her? Her calculation, you know, like math. 2人が正に3人。おー。掛け算。So, you know, her mother
was close to Netaji. Right. And put his ashes, in fact, I heard, right? His ashes were kept in their house in Tokyo. Netaji's ashes. Well, Netaji, people say that he died in that air crash. There's all kinds of controversy and stories that he didn't die. But the person who was with him, Habibur Rahman, he brought the ashes to their house. So she was at that time in Bangkok in occupation army camp. But her mother and her sister, two sisters, they were there and they did puja every day with incense sticks and all. And then on the fifth or tenth day, they decided we must put it in a shrine. So there's this Renkoji shrine, which is near their house, Obikubo. Renkoji temple, I think. Yes, this is Renkoji temple. So, and they knew her mother knew the priest there. So they took the urn there and they put it there. And till today it is there. She went to visit them in 92. Oh, 30 years ago. First time she went to Japan after coming back. So she went to pay respect. And the priest who was there was the son of that original priest. You know, he made a very sharp comment. Mm-hmm. He said, "What kind of people are you Indians? You know, the person who said, 'Chalo Delhi, let's go to Delhi,' everyone's gone to Delhi and he's lying here." The priest, they have given permission, ki please, because there was a lot of controversy, a lot of people saying, no, it's not his, he went away somewhere else. So they said, do a DNA test. Nehru didn't do, Indira Gandhi didn't do, Vajpayee didn't do, Manmohan Singh and Sonia Gandhi didn't do. And now we are telling Narendra Modi everyone saying, you must do it. You have to do it, but I don't know why he's not doing it. Anyway, let's see. I think thank you. Such a privilege. Thank you. Please come home. It's such a treat, actually. Oh. And we discovered so many common connections. So many. Yeah. ご飯は食べてますけど、あんまり食べることできないんですから。自分で自分の体を悪くして。そうなの、どうして。私はお姉さんだから怒るのよ。お姉さんだから。そうよ。ベビさんはおいくつですか。89歳。89歳。夢路にたどるは里の家路。
Thank you.